こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の前後は松下西風です。松林を渡る初夏の風、かんざして松風を聞くの語があります。逆に心静かならば、あえて松林に行く必要もない。常に松下西風の心でありたいものです。今から松下西風を書いています。今日までご覧いただきありがとうございました。